りあえず情報としてなんですけど、那島かなさんが今ちょうどボスと出てきた時に喋ってたんですけど、黒に戻るそうで傭兵呼んでくれということで言ってました。へえ。ああ、なるほど。白市民パスは捨てるそうです。へえ。なんかもう全く意味ないからだそうですよ。全く意味ない、うん、全く、まあ飾りだし意味ないからもう黒戻るって今ボスにお願いしてたんですけど、ボスもうフラフラやったんで。白市民パスを盾にすることによって警察に変なことされないっていうのもあったじゃん。でもそれがもう需要がなくなったのか。需要もないんでしょ別に。話戻るんですけど、武器の共有、共有事項のチャットのところに共有事項書いてるんですけど、はいはい、武器庫の入室制限設けるっていうことで、うん、それはさっき俺も教えてもらってみたわ。はい。で一応、まあ、直接伝えてくれっていうボス のあれもあったんで一応伝えるんですけど、素材の出入りもダメなの、まあそこ要確認です。まだちょっとそこの辺確認できてないですね。一旦触ってないけど素材はいいんじゃねえかなって俺は思ってるよ。クラフトできなくなっちゃうから。そうで一応今日ボブキャで取ってきたやつもまだどこに入れたらいいか分かんないんで。あ、確かに。どうしてんの？その辺の指示7100に置いてる今。ああ、うん、分かりやすいでしょ。7100あんまみんな知らないから、もうそれ俺が、俺が分かってたらもうその後ボアちゃんに聞いてやろうかなと思ってるから。7100俺らが一番出入りするから。7100でも最近はそんな言ってないけどな。ああ、はいはいはい、俺がまだ鍵もらってないところだ。まだもらってないのか。先週分の薬は7100に入れてて今3200ずつあるんで赤田を。ダッファ、うん、まあそれは それで OK っていうか、まあ一応それの昨日の話の関係上で、うん、まあその陣平くんとボアちゃんが鳥の名を襲名してましたね。マジ、うん、鳥の名はまあまた聞いてください本人たち。それはナンバーがついたっていうことですか？いや違う、もともと別にナンバーを持ってる、うん、あの二人。いや、うん、あの鳥の名前とナンバー別やね。また別だね。鳥の名前の方が重い。おお。鳥の名前の方が重い。重い。これだけ覚えておけばいいよ。はい、覚えました。鳥の名前は重い。そう。で、まあとりあえず今一応昨日起こった出来事をそれで、でまあ一応薬のところもまあ話し合っていろいろみんなにも共有しとかないといけない事項もあるのかなと思ったので、意見まとめといた方がいいんじゃないかなっていうので話したいなっていう感じですね。一応先週なんですけど、僕がちょっと2日いない間にやっぱ花集めれてなかったんで。分かる、俺だって集めてないもん。うん。で、まあそこは別に誰が集める集めないとかじゃないんで、まあ起きてる人やればいいと思うんですけど、一応、うん、薬のその取引の内容はみんなに伝えといた方がいいかなって今思ってて。あのさ、一路一番起きてるじゃん。うん。優先度的に、俺の中でなんだけど、優先度が薬の取引だと黄色青赤で、黄色の在庫が基本絶対最低1500以下にならないようにしたくて、うん、1500で青赤はずっと3000以上欲しい状態、うん、ストックとして基本的に今の状況だとたまりますね、うん、薬はなくなることはないんじゃないかな。島取りで使ってないし、うん、めっちゃたまっていい、たまって、うん、めっちゃたまっていいマジで。そうですね、まあとりあえず今その状況だと、まあ、別に赤と青を順番に取っていけばいいって感じだと思うんで、で黄色たまになくなれば1500切ればもらうって感じでいいですね。で俺さ、うん、今日今5日じゃん、はいはい、明日からさまたさ少し起きれる時間減るのよ。なるほどね、うん、だからそこら辺一郎もうちょっとなんか前よりもっとなんか自発的に決めちゃっていい？わかりました。じゃあまあその辺は僕が決めるように決めてもいいということで。うん。で多分そろそろいい加減この薬欲しいなとか、この薬この花こんだけ貯めておきたいっていう感覚多分ジョバもわかるから。うん、あ、なんか大体もうこんだけやってくれば。うん。うん、まあ問題はそう。マニュアル的に何個欲しいっていうのをさ個数を指定するよりも感覚でこれくらい欲しいなの方が動きやすいから、うん、多分そうっすね、そっちの方が義務的にならないで自発的に集められるから。ただすいません、ちょっと発言力的に僕はあんまりないと思うんで、その辺は全部ナタルさんが言ってほしいんです。発言力的に、まあ、なるほど。別に発言力も何も基本的に花の話してるのって俺らで話してる、もしくはね
あの、デップの方と連絡取り合うくらいだから、別にそこまで発言力なくていいから。結論、うちらのあれで解決しちゃってるかな、ここら辺は。いや、そういうのはあれなんですよ。鼻の取るところっすね。やっぱりその、うん、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、僕は自主的にみんな誘って行ったりしますけど、うん、やっぱりこうみんなもこの他のメンバーたちも鼻取った方がいいみたいなのもこういうなんて言うんだろう、補うみたいなのもあった方がいいと思うんで、うんうん、まあアヌとかはね僕にこう聞いてくれたり、カイキとかは僕が取ってる鼻もう全然使ってくださいって言うんですけど、うん、僕としてはカイキの鼻あんまり使いたくないっていうのがあって、まあね、うん、まあ、それはなんでかっていうと、まあ、わかんないじゃないですか。会期がいつ、会期もめっちゃ起きてますけど、いつ起きなくなるかわからんし、会期に頼りっぱなしじゃ多分ダメだと思うんで、まあ、この週3乱歩ぐらいだったら、組織こんだけ人数いるんだから、楽勝で取れると思うんですよ、普通なら。じゃあ今から集め行くか。まあ、もうね、木花は取ってるんで、まあ、今週分は基本的に別に、適当にペッペってやれば終わるんですけど。だからまあその辺ちょっと、なんだろう、組織全体でね、まあ、ちょっとでも200でも300でも取ったよとかでも全然いいと思うんで、まあ、やってくれればいいのかなとは思ってます今。あれだ、一浪に行ったけど、うん、どこにしまってるのか俺ここにしたいな。多分ね、組織をみんなに聞いたの分かってないと思う。結局どの花がどこにどう入ってて、100番は何に使っててとか、あと、怪奇村の右側の左のスタッシュって何みたいに言われたことがあったし、まあいいんだけど、わかんないのは。でもなんか一個にできれば決めて、まあここ取ったら、枯れてるような花、ここっていうのが一つ決まってると、ありがたいな。うん、そうですね、うん。そこは確かに。例えば山田村、怪奇村、山田村か。え、怪奇村か。そうなんか、そういうのなりやそう。そうなったりもするし。怪奇村の一番右に全部入れるとか。そうそうそう。適当に取ったやつ。ね。まあ、例えば自分の分取りに行って、ワンランポ分で200でも、まあ別に組織にポッて入れてくれてないと思うんで。ね、例えば、その200を例えばね、6人か7人、まあ8人はいいですけど、やったらさ、1ランポ分になるわけだから。そうですね。ね、みんなでちょっとずつ協力してさ、怪奇村の、あいつ家3つもあるんだからさ、あそこ1個丸々枯れてるのさ、うん、あれで貸してもらえるんだったらそこに入れれば、そういうのをちょっとナンバーで共有してほしいんですよね、うん、それはちょっとやってほしいのと、多分キミトスさんもどうしたらいいかなみたいな感じにはなってたんで、この間ちょっと、本当、うん、なのでその辺はちょっとナンバーでの話で情報共有、多分ね僕から見たらなんですけど、まあできてるかもしれないですけど、ナンバー同士の共有なんかできてなさそうな気がしてるんで、最近なんか時間が合ってないんかなっていう、うん、うん、あるので、まあその辺ちょっと長く起きてるやつでもいいので伝達してもらったりとか、まあ牧場場会期まああたりを使ってくれてもいいんで、うん、まあその辺うまいことやってほしいなっていうところはありますね。一応だからその薬に関しては、薬部門に関してはそのなんだろう、全体共有で、まあ、薬3乱歩毎週一応取ってますみたいなのは全体周知したいなって思ってて、まあそれ協力してねぐらいの感じでいいと思うんで、でまあ武器のところも、ボアちゃんがそのもんちょっと結構大変だった部分が、まあ、そのサプレッサーついてない部分が入ってて、それを、まあ、ここの救急に入れちゃって、責任感じてる部分があったんで、ボアちゃんが、うん、まあ、それは別にボアちゃんのせいでも何でもないし、俺らが手伝った時に多分つけれてない部分ももしかしたらあったかもしれないので、うん、それって救急に入ってたサプレッサーないやつをどっかで撃っちゃったみたいな感じなの？そう、多分撃ってんだよ。だからね、うん、前もあったんだよ、それ。なんかあって、なんかボブキャの時にみんな暇だから銃撃つじゃん、勝手に。始まるまでね。うん、で、撃った時死ぬほど音が響いて、おかしいぞって見たらついてなかったとか。ああ、なるほどね。そう。まあ正直花に関しては三乱歩だから別に俺一人でやってもいいんだけど、うんうん、まあなんかそれじゃあんまり意味ないかなと思ってて、うんうん、いやてかまあ部門もクソも減ったくれもないだろ、一人でやったら減ったくれもないし、まあ一人でやったらかつ俺が2日起きれないとか、起きれない時に連携取れないの嫌なんで、起きてきた時に花取れてるかどうか分かんないのがちょっと嫌で、なのでまあその辺もあって、まあもし僕が例えば2日3日起きれてないよっていう時に、ああ例えばジョバとかアヌが気づいてくれて、うんうん、あ花ないわ
じゃあ取っとこうって言って取ってくれたりとかするのがありがたいかなって僕も思うんで。まあでも俺はそこの鍵を持ってないんで、あるかどうか。まあいやでも7100番には入れんくてええよ、うん、別に。どこ？怪奇村の鍵はもらってるの？いや、もらってない、もらってない。それが問題だな。それはもらおう。それって怪奇くんに言えばいいのか。あ、そうそうそう。まあ、怪奇村っつってこれで他の人だったら怖いし。まあそうだね。そうそう。いや、ちょっと、そうだね、うん。なんかずっと忘れてた、そのこと。そうそう。うん、なんか怪奇くん寝るの早いっぽいし、まあ、すれ違いになってる。まあ多分組織もあってナンバー戦も引かれた中で今多分ちょっとみんな落ち着いてきてると思うんで、まあこれを機にちょっと話し合いを増やしていこう行きたいなっていうのは昨日仁平君といた人間、うんうんうん、まあボスも含めですけど前みたいにこう会議とかが会議っていうか会議室でこう会議みんなで集まって情報共有みたいなのも少なくなってるんで、まあ、情報共有をしていった方がいいのかなとは思ってた矢先にまあこの武器のこともあったんで、はいはい、まあ薬関係の部分は起きた時に話したら、ね、いいよねって今日ちょうどジョバと言ってたんですよ、ね、なので一応例えばですけど金曜日までに、まあ、赤白黄色あ赤白ちゃうわ赤青黄色、うん、もう一覧歩ずつ集めたいっていう感じで土日に取引みたいなんだと楽なんで、まあ土日に例えばもう取引終わったよとか終わってないよぐらいはすぐ分かると思うんで、まあそういうのをちょっと取り決めみたいなのはしといた方がいいのかなって個人的に思ってます。別に三乱歩なんでまあそれぐらいのルールは決めてもいいのかなっては個人的に思ってるんですけど、どうですかね。なのでどうしましょう、金曜日ぐらいまでにっていうことでこのうちうちぐらいってかモズには共有しとく形でもよろしいです。何よ、場所、場所と花の個数ですね。個数はどうしよう、うん、まあ全然1ランプぐらいなら俺今日取ってきますけど、個数はいいかな。別に1ランプとかじゃなくてその数だから300ポーンって取って入れとくだけ、うん、そう、まあ一番最高なのはね、みんながその取るっていうのを1日のルーティンのどっかに組み込めるのが一番いいんだよ。100個でもいいからさ、うんうんうん、今こうやってアヌやってくれてるのはこういう話が出たからあ、じゃあ俺もやんなきゃってなってるわけだってさ、ねうん、でもこれって毎週ある話だから1ヶ月ぐらいは風化してるから、うん、この話っていうのは、はいはいはい、そういう時に覚えてる人間は結局うちらだけだよみたいな。まあまあまあ。だってね、前、1ヶ月ぐらい前まであったんだよね。みんなで花部門で協力しようみたいな。あって、うんうん、でも1ヶ月経ったら風化されるから、こんな話は。うん、やっぱモチベ高いのは最初だけだから。そう。だから、うん、もう俺もそうだし、ぶっちゃけ。俺もそうだから。うん、あ、何花部門っていうのはこの3人。そうそう。あの、そうなんだよ、そう。うん、なるほど。で、結構定期的にあるんだよね。うん、この名前が出ると、みんなで頑張ろう、うん、で、1ヶ月経つ。みんな頑張ろう、1ヶ月経つみたいなのを繰り返してるから。まあ仕方ないんだよ。人はさ、その時が一番テンション高いから。うん、うん。だからどうにかしてね、あ、暇時間だから、ちょっと取り行こうみたいなのがさ、できたらいいんだけど、うん、まあ難しいよね、めんどくせえし。花摘み所遠いしさ。うん、だりーよな、取り行くのは。わかる。まあ別に苦じゃない、俺とか会議とか別に苦じゃないから。うん、俺とかも半グレの時に死ぬ俺取ってたから、なんか、そういう時の名残みたいのもあるからさ。うん。ああ、でも確かにギャングになってからあんまり積まなくなったな、俺も。そうそうそう。うん。うん、俺も減ったと思う。やることも多いしね。うん。俺最近ガチで積んでないから、そうそうあれしようかな。なんか暇そうにしてたら、うん、おテント様に啓示をもらおうかな。鼻つまなくていいの？まあ、セルフ、セルフ指示込め、セルフ指示込めもらったら。やらせようか、うん、セルフ指示込め。別に、ナタルさんは別につまなくても正直いいと思うんですよね、僕は。まあ、つも、なんだろう、格好だけあれば別にいいと思うんですけど、あ、それをうまくこう循環させてほしいっていう感じですかね。周りに。まあ難しいよな。正直言っていい。正直言っていい。お花関係さ、もう俺らが言うことで安心してると思うのよね。まあそれはあると思う。まあまあ。二面性ありますよね。安心してもらえるぐらい信頼してもらえてるんだなっていうその取引は任せても大丈夫なんだなって思われてるのは嬉しいけど。まあ、情報交換しなくても別に花ってか、あの薬って勝手に増えてて、そうですね。逆に言えばそれは別に。一応とかジョバがさ、うん、持ってきたりとか、まあ俺も やってるけどさ、うん、っていうのがあるやん。そうですね。ぶっちゃけ正直ね、正直ね、やってる側の負担はめちゃめちゃでかくなると思うんだけど、うん、薬関係はこのままでいいと思ってんだろ俺。僕は良くないと思ってますね。おなるほどね、うん。このままでいい派ね。
まあ、このままでいいって言ったら、まあ、でもだって例えばですけど僕とかジョバとかが、まあ、それこそ今コロちゃんになってますけどみんな、うん、ボスみたいにこうコロナに急になっていなくなったってなって1週間いなくなったって言ったらそれの時に例えばあナダルさんも起きてこれないんだよねってなった時に誰も気づいてないまま1週間経つ可能性が先週あったんで確かにもうそれ僕が多分土日起きてきてなかったらそのまま多分流れてたと思いますから、うん、だからそういうのは僕は避けたい。それは何でかっていうと加藤さんとのやり取りだからですね。別に組織内だけのあのやり取りだったら別にいいんですよ流れても。この翌週に起きた時にカバーできればいい、やればいいんで6乱歩分積めばいいだけなんですけど、まあ対組織でやってるわけだからそこはちょっとあの組織全体にも共有しておいてもいいのかなって思ってます。優先度の問題だね、うん、薬を花をじゃあ組織用に取りました、組織用に花が溜まってますっていうのをみんなに協力を促しやらせ続けたとして、それが組織の人間にどれだけのじゃあメリットをもたらしますか、実際にすぐに目に見えるさ、うん、なんか成功報酬みたいなのありますかって言われたらないんだよね。そう、まあでも武器は全員に頼む作ってくれって作らせれば作らせるだけ、うん、どん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 在庫が増えてみんなが使える銃が増えてって、うん、すぐ分かるんだよね。まあ、あと労力も違うしな、花爪行くのとクラフト場に行くの違いがある。そう、結局その最低限みんながやりたいことある中で最低限協力させることって何かなってなると、うん、そうちょっと時間はかかれど簡単にできるね、クラフトの方をやらせた方がタスクとして、うん、気持ち的にも楽だし組織的にもうまく回るのよ。でも花っていう花を摘まなきゃいけないっていうその意識まで持たせようとしちゃうとね、2300だろうがなんだろうが遠いし捕まるリスクあるし、そう捕まるんだよ。しかもそれが集めてきたところでじゃあ実際そのすぐにじゃあ自分その人たちにメリットがさ、うん、提示されますかって。でもそうじゃないじゃん。だってあの薬って結局売ったって結局俺が今溜め込んでるだけで、みんなの分、うん、溜め込んでるだけでじゃあ実際どうなるんですかって別にどうにもならんし、ぶっちゃけみんなだってね、エースハイダーなんだろう買って使おうと思えば別にみんな買えるよ。ああそうなんですか。まあ、うん、いやなんか正直そのエースハイとかの価値がこっちからすると全然わからなくて、そのどれぐらいのものなのか。でもそこはね、そうだから知った方がいいから、うん、そうだっすよね。金額すればいいんじゃない、うん、でもそう結局取引をするのはさ固定のメンバーでやっちゃってて、うん、基本99に在庫あるよね、なかったら大学君からナタル先輩に投げちゃおっぽいってやってるわけだから、うん、まあ分かりづらい現状あるよね。そう取引をしてないわけだから、うん、基本はみんな。そうそう、まあ、さっきも横取りの時にカラミティだったっけ、あれ5個とか飲んだけどいいのかなって思いながら飲んでたし、うん、まあそこは別にまあ使う分には全然問題ないとは思うんだけど、うん、いやまあ要は何が言いたいかっていうと根本的にその、まあ、みんなリスペクト持ってると思うんですけど感謝の心をやっぱ持ち続けてほしいんで、こういうやってるっていう武器関係もそうだし、うんうん、薬もそうだし、まあ、その大変さみたいなのは多分みんな分かってると思うんだよ、うんうんうん、だからこそそのなんだろうな、そういうこう声かけるだけでもいいから、まあ、そういう雰囲気作りっていうのをしたいなっていう感じではあるですね。なるほど。イチローの言ってることはちゃんと理解できてると思う、うん、今こうやって言ってくれてるから、うん、そうですね。ただ共感ができない。あ、理解はできるし、まあ、お前の言ってることは尊重を最大限しようとしてる、うん、ただ感情の部分が理解ができない。わかんない、うん、正直感謝もクソもヘッタクレもないと思う。いやそう、それなら俺もそのなんか感情的な部分じゃなくて、そのお金、例えば1ランプ集めたらいくらもらえるとか、なんかそういうシステムにした方が分かりやすい感謝というか。金取るのはだるい。ああなるほど。組織内でいちいち金払うの正直だるい、うん、それはね俺もそう。ものによる、例えば、うん、アーマーとかまでいったらもちろん渡すべき、うんうん、当たり前だけど、うん、だって元手としてめちゃめちゃ金かかるから、うんうん、武器だってそう、特にサプレッサーなんてそう、まあ、武器自体はそんなにかかんないけど、うん、サプとか高いじゃん。うん、ナダルさんちょっとだけ声大きくできます。
ちょっと小さい。あ、オッケーオッケー。ああ、ありがとうございます。ただ、ぶっちゃけ捕まらない限り元でゼロだから、花なんて。まあね。うん、まあ確かに元ゼロのものに原価かかってないところに金払っちゃったらどうなんだっていうところも、まあ、正直一乱歩ね、例えば1000万1200万提示しといて取らせたらいくらでもうち多分集まるよ、うんうん、まあそうなんだよな、結局あそれはそうなんだよ、目に見える報酬がないから花摘みとあの取引は、うん、ゆくゆくはいいんだよ、組織はいいんだけど大型ミッションとかボブキャとかと違ってその瞬間は時間だけ取れちゃうから、でも金取って組織の人間から買うくらいだったら同額で別の人間にやらせて組織内の人たちを犯罪とか大型行ってほしい。ああなるほど、まあそりゃそうなんだよな、そっちの方が稼げるし、そっちの方がためになる稼ぎじゃん。組織内の人間で回すのに金をはさ、あの稼ぐために取るなんてなんかよくわかんないし、まあぶっちゃけだからお金はなし、まあ組織の物資を渡して組織から金もらっちゃ本末転倒のとこもあるしな、意味わかんないでしょ正直。だからまあ、いや、ちなみに言うと俺は、その意識を持っていってほしいなと思った時期もありましたけど、今20人くらいいるじゃないですか、組織のメンバーがいて。で、部門が分かれてて起きてるタイミングも違うし、起きてる時間も違うと。これ結構無理派ですけどね。分かった。一郎さん、試しにやってみっか。うん、やってみましょう。さっきの一郎の言ってたあの感謝の話とかもちょっと一旦置いといて、うん、一乱歩1400万出すからどんだけ取れるかみたいっつって全員に花積ませようぜ。おお、どんだけ集まったか見てみよう。確かにそれ面白いです。その金は、その金は全部俺が出せるから、お、うん、多分。いやそれはちょっとでもやる極端すぎるけど、うん、どうなんだろう。でもどころみとしては相当面白いと思います。あれじゃない、うん、今年分全部の花集まるんじゃない、毎週3連歩で、そうそう、期間、とんでもない週、期間は1週間、あ、でもめっちゃ面白いですね。いや、おもろいかも、うん、めっちゃ面白いです。キャンペーンみたいなね、そうそうそう、お花集めキャンペーンあーすごい、ナタルさん天才、天才それ。あー、ナタルさんキャンペーン、めっちゃ面白い。まあまあ一回やってみるのもありか、まあ、うん、1週間1乱歩、うん、でも切りはでもな、会期、会期はもうでも3万ぐらい持ってるかな、会期多分あいつエグいぞ多分、そしたら、うん、でも今から積むやつにした、ね、今からでしょ、うん、そうね、あ、まああの会期くんのとこから買うのとか禁止で自分で積んでみたいな、うん、でとにかく積んでもらって、まあ、まあそれを形で言うと組織からやってるから、ナタル先輩が全部買い取るって形式なんすか、言葉尻だけ取ったら、うん、いわゆる。でもナダルさん、明日から起きないでしょ。確かに。いや、起きればするよ。起きはする。起きはする。ただ、時間が短いね。ああ、まあ、じゃあ、その分、まあ、取引だけ。でも、わざわざなんか渡してもめんどくせえから、これ全部、4009番のところにぶち込んでもらうことにします？まあ、じゃあ人によってあっちゃこっちゃ、もう私はここあって、俺はここなんて言ってたら。いや、全部4009にしてほしいから、4009の鍵もらってない、全部もらってきてほしい。そう、全部4009にして、はいはい。全然ぶち込むだけぶち込んで、うん、自分が何ランプ取ったか覚えといて、うん、凄まじい数になるんじゃないの。メーカーの17時からにしよう。だから今日のだから9月5日の17時から伝えて、9月6日の17時からにしよう。うん、いいっすね、花集めキャンペーンね。花集めキャンペーン、花集めキャンペーン、ナタロウ兄ちゃんから1400万1ランプ分もらえるってことは10ランプあったら1億4000万か。おー、そうだね。 10ランプは無理だろ。10ランプ集める人いっているな。いやいや、ナタルさん、僕ら半グレ組舐めちゃってもらったら困りますよ。1日何ランプてか、ちなみに10ランプで1億4000万ってどうなの、めっちゃ得、超得なのか。いや、超普通、超得、普通、まあでもそれぐらいじゃないかな。どうなの、それによるね、うん、10ランプの1億4000万はどうなんだ。今の花の相場ってどれぐらいなんですかね。いやでも1100万は高いんじゃないかな。まあまあ、まあ、相場よりちょっと、うんうん、だって俺が半グレの時は1000万だったから。でもね、多分ね、今ほぼない。あの、バイトがない、もう。今、文化がないね。あ、でも、さっき、もしかしたら、売ってくれそうな人いたんすよ。誰？あの、冥界っていう。ああ、うん。え？冥界って、ギャングじゃなかったっけ？え？いや、なんか素材屋って言ってたん、まあ、隠してるのか。半グレじゃないの？半グレがなんかのはずだぞ。犯罪やってたはず。うん。だって刑務所だったことあるもん。うーん、自然で。そう、なんか花はちょっと相場が分かんないって言ってたんで、まあ頼んだら1200で、1200、うん、それで予想以上にも集まってしまったらもうそういうことだよ、まあね、でもなんか集まりすぎてもなんかちょっと罰が悪いというか。いやいや、まあでもでも変な話、うん、
そして何十も やれるんだったら、もうそれだけでその大収穫だし、あ、うん、金があればこうなるんだってなるし、なるし、今。1000万にしましょう。いや、安い。安いかな。無理安い。俺だってでも800で。違う、それもう そういうあれじゃなくて。1400だってなくなりません。なんなら500でいい。なくなんねえよ。まあでも最悪あれか。ヘイストしたらいいか。うん、てかヘイストすればいい、その期間中俺らは。そうね、確かに。もう今やりに行こうぜ、もうヘイスト。てかジョバ寝なくていいんか、お前大丈夫か。ヘイストは時間かかんないじゃないですか。別に。ヘイストジョバほんとさ、寝るって言ってから何時間も起きてるよね。ジョバ最近新しい女の子見つけた？見つかんない。見つかんないんだ。なんか可愛い女の子いたら紹介して。いやもうお前の周りが一番多分可愛い女の子いっぱい。ほんまに？じゃあええわ。じゃあええわ。ヘイスト、でも俺まだ時間だったら3人で見に行った方が早いっすよ。あの場所、点々としてるから。あ、そうね。今ちょうど1時過ぎたとこ。1時過ぎた、今からだったらいけるし。あれ？あの知ってんだっけ、場所。場所は教えてもらったけど、やったことはない。じゃあ一回見に行くか。見に行って。じゃあ、ナタル先輩、アンヌのこと連れてった方がいいんじゃないですか。110万売れたらか。あれするぞ。これ銃とか持ってった方がいいですか？一応武装した方がいいよ。オッケー、取ってきまーす。あ、出れないこれ。出れない。一旦一ランプもう入れ終わりましたよ。これこっちに次打ち込みますわ。あれ、なんか、ナシマさんっぽい人がいますけど。めっちゃ見てますね。お疲れ様です。お疲れ様です。どうしたんですか。怪しい取引だと思って。いや全然。お疲れ様です。すごい。こんばんは。すごい怪しい取引だった。確かにめちゃくちゃ激写してくるからです。怪しいですよ。タレコムちゃんと確かに。これ怪しくないわ、無理があるな。死ぬほど怪しかったよ、死ぬほど怪しいですね。これ怪しくないわ、無理が。したるか。多勢無理か。怪しいっちゃ怪しいんですけど。当ててあげようか。何ですか。薬でしょ。お、言っていいのかが分かんない。言っていいのか。絶対薬やん。中身見ていいっすよ、別に。あ、いいんだ。はい、いいっすよ。まあ、今なん、薬売りに行くのか。なるほどね。いや。こんくらいかな。これくらいにしようか。面白かったな、今。ちゃん、よく見てますね。何言ってるか分かんないけど、ちゃんと GTA だったな、今。絶対怪しい奴らがバンに何か積んでんだもんな。これ GTA ですね、まあまあ。この世界。ワンクリックしちゃった。我々これが売りですから。まあそうですね。これ真骨頂なんで、うちらの。僕らの。真骨頂なんで、これ取られちゃうと何もなくなっちゃうんで。そうなんですよ。これやらないと。はい、これ大事ですね。現場であったらよろしくね。お願いします。お疲れ様です。